分クミコです。なんです急に。なんかわからないけど、お前が愛おしくなった。なんで。わからないって言ってるでしょ。暑いですよ。よしよし、ま、後悔しないようにってことだけかな、私が言えるのは。先輩、私やっぱり低音でよかったです。